はい、こんな感じで CNC の上で固定して使います。ボルトここあります、ここで固定します。そして、まあ、いわゆる生爪というものも用意いたしましたので、ここをねセルフカットすることによって、こういった、まあ、仮にね複雑な形状もその形状に合わせてカットすればつかめるということで、段取りの幅を広げるために制作いたしました。はい、というわけで、以前の動画で制作いたしましたこちらのアルミプレートはスクロールチャックの、取り付け用のベースプレートでございました。はい、で今回この三つ爪スクロールチャックの方に生爪を用意いたしました。このね卓上機サイズで生爪って売ってないんですよ。こういう取り替え式の生爪って売ってないんで作りました。これがあればですね、まあ、ちょっとした変な形状のやつとかでも、セルフカットでね生爪を削ることによって複雑な形でもつかめるということで制作しました。あとあの旋盤でカラーとか作るじゃないですか、を CNC でも作れるようになると、旋盤で作ったらええやんって思いますけど、旋盤はねハンドルをずっと回してね寸法を自分で測ってねやらなあかんのがめんどくさいんですよ。はい、というわけで CNC であれば、まあ、自動でね削れるということで楽だなと、5個10個作るときとかにね全然違うということで作りました。はい、生爪じゃなくてねこういう焼きが入った爪も使えます。そしてこちら今出るのが初めてですけど、まあ、これも制作しましたと。これは四つ爪スクロールチャックです。はい、四つ爪単動チャックではございません。これ四つ爪スクロールチャックなので、全部同時に動きます。まあ、これであればですね焼き爪の場合はまあ四角材もいけるし丸材もいけるしっていう感じで作りました。で、まあこれもねこっちみたいに生爪をそのうち用意しようと思ってます。ただねこっちベースに使った焼きの入ってないセルフカット用の爪が売ってたんで、まあ、買ってやってみたんですけど、こっちないんで見つかってないんで、この焼きの入った爪を削らなあかんのかもしれないですね。まあ、なんとかなるかな、なんとかなるとは思うけれども、こいつのね生爪も作っていきたいなと思ってます。はい、でねこちらハンドルをね金属製のやつ4本用意してたんですけど、スクロールチャックを刺すこのハンドルが干渉するとか爪をね取り替えれないとかっていう問題がいざ組み立ててみたら出たので、 3D プリンターでね作りました。今回は、TD の 3D プリンターで PCCF のフィラメントを使ってみました。はい、PACF より PCCF の方がなんかツヤがあるというか、はい、感じですね。で PACF より PCCF の方が硬いです。剛性とか強度とかはちょっと分かんないですけど、なんか硬い感じがします。はい、というわけでここら辺のジグがどこかの動画で使われて何かしかの部品を作ることになると思います。はい、というわけで今回の動画以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。